ジャーディン・マセソン、ジャーディン・マセソン・ホールディングスは、香港にヘッドオフィス、陶器町の本社は、バミューダ諸島、ハミルトンウォーク、イギリス系企業グループの持ち株会社。米ーシフォーチュン市の世界企業番付上位500社のランキング、フォーチュングローバル500、2009年度版では、世界411位。創設から170年経った今日でも、アジアを基盤に、 世界最大級の国際コングロマリット複合企業として影響力を持っている。前身は東インド会社で、元は貿易商社。1832年、スコットランド出身のイギリス東、インド会社元繊維で、貿易商人のウィリアム・ジャーディンとジェームス・マセソンにより、中国の広州、スナメン島に設立された。中国語名は、当時、広州は、 ト東システム体制したヨーロッパ商人に唯一開かれた貿易港であった。ウィリアム・ジャーディンとジェームス・マセソンは、陳シン,シンの小説、アヘン戦争では重要なキャラクターとして登場している。設立当初の主な業務は、アヘンの密輸と茶のイギリスへの輸出。香港・上海銀行、HSBC は、ジャーディン・マセソンなどが、 香港で稼いだ資金をイギリス本国に送金するために設立された銀行で、あ、あ、シとイギリスとの間で1840年から2年間に渡って行われたアヘン戦争に深く関わっている。アヘンの輸入を規制しようとする新朝政府とイギリスの争いが起こった際に、当時のアヘン商人の一つであるジャーディン・マセソン、 紹介のロビー活動により、イギリス本国の国会は休票という金差で軍の派遣を決定した。1841年に大英帝国の植民地の香港、1842年の南京条約で正式に活上に本社を移転。1842年に中国語名を従来のサデン殿洋行、サデンはジャーディンの意から岩洋行に変更、由来は 関東十三行の一つで西洋にも有名だったイカズユキから中国での拠点は1844年に上海の共同疎開ワイタンバンドの中山あずま一路27号に移し岩洋行大路をジャーディン・マセソン紹介ビルと呼ばれたこの場所の当時の地盤は1号でありジャーディン・マセソンが最初にワイタンバンドにて土地を獲得した現在は 外貿大労と呼ばれ、上海市対外貿易公使や上海市外貿局等が入っている。1867年から天津事務所を開設し、河北でも海運業を展開する。この頃、当てくるる後に李工省のもとで、業務運動を推進が売弁責任者として、金銭の管理、物資の購入、海運の開設などを行っていた。以降、 事業規模が拡大し、1881年に天津支店に格上げ、1921年に社屋の天津ジャーディン・マセソン紹介ビルをイギリス疎開地のイタリア道、現在の開放北157号に建設した。1881年、後に香港の大富豪となる南東、京がジャーディン・マセソン紹介に入社し、総売弁。 中国総経理を歴任する。人太を、甲州、諏訪、党、福州、長査、昆明、アモイ、北平、北京、鎮港、南京、武庫、九甲、銀商、佐市、重慶など、中国各地に現地事務所を開設。上海、天津を除けば、観光、現在の武漢市の一部が最も大きな事務所だった。1949年、 中華人民共和国の建国後は拠点を香港に移す。中国大陸の支店網はすべて1954年に接収、閉鎖され2000万ドルの損失を被る。第五代目当主のジョン・ケズウィックは1963年に永中貿易協会 s b t c 会長に就任、1973年し共産主義国となった中国との貿易再開に奔走する。 1972年に英中の外交関係が完全に正常化し、1973年に周恩来首相と北京で会談。英国産業技術展も開催され、周恩来も視察に訪れる。香港が中国に返還されるまでは、イギリス植民地資本であるジャーディン・マセソンの役員や、カンブラがイギリス植民地化の香港行政局、現在の行政会議の悲観。 守る、官職議員として参加し、香港成長の政策に影響力を行使していた。かねてより、沖縄や台湾、長崎の中国人商人を通じて、日本の物品を密貿易していた同社は、江戸幕府が1853年の日米和親条約を皮切りに、1854 18、1855、1856年と、立て続けに、日英、日露、 日蘭は新条約を締結し、長崎港と函館港を開港すると、1859年、安政六年に、上海支店にいた、イギリス人、ウィリアム・ケズイック、ウィリアム・ジャーディンの姉の子を日本に派遣し、ケズイックは西洋の織物、材木、薬などを持ち込み、日本からは石炭、保守魚、サメ川、海藻、米などを購入、ビジネス的には成功とは言えなかったが、 日本製犬の品質の高さに将来性を抱き、1860年初頭に、横浜居留地の一番地、旧山下町居留地一番館、現山下町一番地に、ジャーディンマセ村商会横浜支店を設立した。同商会は日本に進出した、外資第一号としても知られる。後に、吉田茂の養父、吉田健造が一時期、同社横浜支店長を務めていた。 鹿島によって建設された横浜発の外国商館である社屋は地元民から a 一番館と呼ばれた。跡地には現在シルクセンター国際貿易観光会館が建っている。長崎でも1859年9月19日、安政6年8月23日に幕末、明治期の重要人物であるトーマス・ブレイク・グラバーが ジャーディンマセソン商会長崎代理店としてグラバー商会を設立。グラバーは長州豪傑、五大友厚、薩摩、坂本龍馬、海援隊、岩崎矢太郎、三菱財閥等を支援した。長州藩は1865年同商会から軍艦ユニオン号を購入し母親戦争を率いた。商会の跡地は長崎でグラバー園として公開されている。 1863年、文久3年の井上文太、遠藤金助、山尾洋造、野村八吉、伊藤博文の長州五傑のイギリス留学の際には、ジャーディン・マセソン商会の支店長だった S.J. ゴーワーも、出向の手配をした。彼らの英国滞在は、ジェームス・マセソンの老いにあたるヒュー・マセソン、ジャーディン・マセソン商会、ロンドン社長を世話した。その他、神戸、 大阪、函館にも代理店を置いた。ジャーディン・マセソングループは、ウィリアム・ジャーディンの死後、老いであるウィリアム・ケズウィックの子孫によって運営され、その影響力は今なお健在である。現在でも、国際コングロマリットとして、香港を中心に、中国、シンガポール、アメリカ、ヨーロッパ、オーストラリア、中東、アフリカの一部で活発に展開しており、香港では、 香港成長に次ぐ就業者数を誇っている。ドラワンなど香港の主要な土地の多くは19世紀前半に英国植民地政府によってジャーディン・マセソンへと払い下げられたために、香港のランドマークには、サデン教、モチチシンガイ、サデンガイ、サデンボウ、サデンさん、や、岩ガイ、といった社名、中国語表記は、や、創業者、 人物名のジャーディンに対する中国語表記はにちなむ名前がいたものが多い。19世紀から20世紀にかけて幾度もの内部改革を実施したが、1947年に秘密トラストによって一族経営が強力になった。長くイギリス系による経営が続いてきたが、1980年に長高実業を率いる理科生が敵対的買収を仕掛け、 持ち株比率が約30%に達し、筆頭株主になったこともある。その後、理科生はジャーディンマセソン社の関連会社である、香港などに売却している。1984年、東規母上の本社をタックスヘイブンとして有名なバミューダ諸島、ハミルトンに移転。ヘッドオフィスは、香港、ジャーディンハウス。1988年、 持ち株会社制度を導入し、関連会社を含め大幅な改装を実施。ケズウィックファミリーが、ロンドンの持ち株会社を支配し、ロンドン証券取引所とシンガポール証券取引所で上場。現在の持ち株会社の会長、別称は、ケズウィックファミリー6代目当主のヘンリー・ケズウィック。兄弟の、シャモト代表が7代目になる予定。同社の組織構造は、 ほぼ完全に変わったが、ウィリアム・ジャーディンの一族が秘密トラストと共同株主による複雑な株式持ち合いにより企業支配を続けている。近年ではマンダリンオリエンタルホテル等の経営で知られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。